後の大軍を合肥に迎えた魏軍は首相張良らの活躍によってこれを打ち破った。呉は江東へと撤退し、中原東部における魏の優勢が明らかになりつつあった。中原の西へと勢力を伸ばした魏は漢中までも手にする。平坦の拠点として西軍山を重視した曹操は、その守りに長江、花公園の両将を据えて南方からの攻撃に備えた。建安24年、曹操の読み通り蜀の軍勢が西軍山に迫った。近隣の山を攻略した蜀の将が西軍山の花公園らを挑発する。そして戦闘の幕が切って落とされた。では任せたぞ。領有の再刊に期待する。ルービめ、この花公園様をなめるなよ。一人残らずそっくりもいでくれるわ。ルービめがのこのこと攻めてきよって、見てお前で八つ咲きにしてくれるわ。やからを貫け。やるじゃねえか。老いぼれと舐めるなよ。くらえ、こわっぱども。わしの年寄り呼ばわりする者は、やりおるわ。さすがですね。我らも遅れを取ってはなりません。敵将、討ち取った。
敵もやりやがる。手を抜くな。劉備三兄弟が自警、関雲長参る。見えることもあろう。さらばだ。
手にとって不足なし。神のためにもここでは引くべきか。Thank you.